シートを重ねて自分だけのチャームが11個作れるミルフィーチャームショットの遊び方を説明するよ。まずはミルフィーシートの中から好きなシートを3枚選んでね。選んだらトレーにセット。1つ目はチャームベース、2つ目は一番下に来るシート、3つ目は真ん中に来るシート、4つ目は一番上に来るシート、最後に2パーツをセットしよう。トレーをゆっくり差し込もう。矢印のところまで差し込むとカチッと音が鳴るよ。しっかり差し込めたらレバーをスライド。ほら見て見て、シートが重なってる。最後までレバーをスライドしたらレンズ型ボタンをしっかり押そう。背景が透けている SNS 風デザインチャームが完成。他にもラインナップごとにいろんなチャームが作れるよ。集まれ動物の森だと書き込めるチャーム、鬼滅の刃だとオリジナルイラストチャーム、ポケモンだとかわいいポケモンたちのパーティーアートチャーム。好きなアイテムにチャームをつけてかわいくしちゃおう。ポーチにつけたりプレゼントラッピングに使ったりアレンジいろいろ。さらにキャラクターごとに専用別売りセットも発売。それぞれミルフィーチャームが9個作れるよ。たくさん作って遊んでね。タカラトミー。